皆さんこんにちは、ワンアップトレーナーの小崎です。本日は皆さんに向けて3つの本をご紹介したいと思います。でこれが何の本かと言いますと、一般の方でもダイエットやボディメイクを行っている方であればぜひ読むべき本、このご紹介をしていきたいと思いますので、自分自身は、指導する立場でないから特にそういった勉強はする必要がないと、そういうふうに思わずに、ご自身のトレーニングそしてダイエットの成果をより高めるためにぜひ、手に取っていただきたいと思いますので、あまり、難しく考えずに、ご覧になっていただければと思います。今回はですね、もうギュッと凝縮して簡潔にご紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。それでは、まずですね、一番最初にご紹介したい本はこちらです。プロが教える筋肉の仕組み働きパーフェクト辞典というものになります。こちらの本はですね、私たちの業界ではすごく有名な本で、これをですね使っている、愛読しているトレーナーはすごく多い印象があります。で簡単に言ってしまえば、いわゆる体の中の筋肉や骨の名称、そしてその仕組みや働き、そういったものが、一つ一つですね、こう筋肉の部位に分けながら細かく書かれています。でなんで一般の皆様にもなんかちょっとこういう難しそうな参考書的な本を紹介するかおすすめするかというと、これですね、結局一般の方であってもトレーナーであっても関係なく、トレーニングの効果成果を出したければある程度最低限筋肉について知っておく必要があります。筋肉というのは伸びたり縮んだりすることによって、いわ筋力、力が使われる、力が発揮されるわけですので、筋肉の最低限の仕組みだったり、筋肉の端と端が骨のどこについているのか、それを知っているだけでトレーニングの動作をするときに、もうちょっとこの角度で手を動かせた方が筋肉って伸びるよなぁと、もうちょっとこういう意識を持った方が筋肉って縮むよなぁと、そういう意識が非常にしやすくなります。なのであまり難しく考えなくていいんです。一つ一つの筋肉の簡単な位置だったり簡単な、付着部、それをなんとなく知っておくだけでジムでマシントレーニングをする際に非常に生きてきますので、そういった意味でこちらの本で最低限メインとなる筋肉のことを学ぶということで、ご自身のトレーニングの効果成果を飛躍的に高めることができます。ぜひですね、筋肉について知りたい方はこの本が非常にわかりやすくおすすめとなっておりますので、ぜひ、手に取ってみていただければと思います。そして続いて2つ目はこちら、石井直方の筋肉丸わかり大辞典となっております。さあこちらはですね、石井直方さんというですね、この私たちの業界では非常に有名な、筋肉博士と言われている方なんですけれども、この方が、まとめている本、大辞典となっておりまして、いわゆるこういうですね、さっきご紹介したようなちょっと参考書的なものと違って、一般的な方でも疑問に思うような質問疑問を201個、この本の中で答えているという形になります。でこれがですね、非常に読みやすいんです。ちょっと難しく参考書的な感じでまとめられているわけではなくて、一般の方がこれなんでだろうと思うような質問をそのまま質問としてぶつけられていて、そこに対して石井直方さんがユーモアを交えて分かりやすく答えてくれています。その結局答えの内容が、先ほど説明したこちらの、参考書的な本にももちろんつながっていきます。で実はこっちもですね、石井直方さんが監修しておりますので、この2つの本は、一緒にこう読み合わせていただけるとより話がつながって分かりやすいのではないかなと思います。で例えばなんですけれども、一番最初の質問なんかは、筋肉の仕組みを教えてという形の質問になっていて、それに対してすごく、一般の方でも分かりやすいような表現を交えながら解説をしてくれています。ですので、ちょっと難しい表現があっても具体的に知りたい方はこっち、
もうちょっと噛み砕いて、柔らかい表現で学んでいきたいという方はこちらの本を非常にお勧めしておりますので、まあ、ぜひ気になる方は手に取ってみてご覧ください。はい、それでは最後3つ目はこちら、サプリメント丸分かり大辞典となっております。これですね、先ほどのこちらと同じシリーズになっているんですが、監修している方はですね、桑原さんという方で、こちらこの方もですね、私たちの業界では非常に有名な方となっております。で、この方はもともと江崎グリコ株式会社のいわゆるパワープロダクションというシリーズのサプリメントを監修している、まあ、製造している方で、非常にサプリメントだったりとか栄養学についての知識がもうとても豊富な方で有名です。で、実は私はこの方がすごく好きなんですね。で、なんでかというと、まあ、結構今では、まあ、テレビなどのメディアを中心に YouTube でもそれぞれの個人が自由にこう発信できる時代になりましたよね。で、そうなった時に結構ですね、偏った意見、偏った栄養等の情報をあたかも一般の方でも誰もが該当するかのような表現で発信している方が非常に増えてきました。ですので見ていても、うん、これはちょっと一般の方に対してはあまりにも偏ってるよな、これをそういう表現しちゃうんだというような内容がものすごく多くなっています。そんな中でこの桑原さんは非常に一般的な、そして自身がちゃんと研究をしてその結果をもとに分かりやすく、エビデンスを紹介してくれているんですね。ですので、すごく基礎的な内容を、まあ、伝えている第一人者という印象を私は持っています。でも、その基礎的な内容っていうのが、やっぱり一番大事な部分であり、正確な部分であると私は思っておりますので、まあ、そこをやっぱり皆さんも、見ていただけると、自分のトレーニングやダイエットにとても生きるんじゃないかなと思っています。で、こちらもですね、先ほどと同じように質問形式になっていて、全部で88個の質問に桑原さんが答えている形です。例えば、一番最初の質問だと、ダイエットに効果のあるサプリメントってあるの?という形で、まあ、まさに一般の方がすごく知りたいところですよね。ですので、このようにすごくわかりやすい表現で、かつこの本もとてもユーモア溢れる内容で説明してくれておりますので、知識がない方でもすごく、頭に入ってきやすい内容となっております。ですので、ぜひこちらの本も、気になる方は手に取っていただければと思います。はい、ということで今日は3つの本をご紹介していきました。自分自身が特に知識がないという方であっても、このような本をちょっと手にするだけで、トレーニング、そしてダイエットに生きるような情報がたくさん手に入ります。もちろん、YouTube だったりとかメディアを通じて情報を得ることもとても大切ではありますが、このような本を通じて情報を得ることもものすごく大切なことだと私は思っておりますので、気になる方はぜひチェックをしてみてください。またですね、もう少し別の角度から楽しめるような本もご紹介していきたいと思いますので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。